皆さん、こんばんは。浜家のけ持です。本日ご紹介させていただきますのは、こちらの方、ファクトリー9 0 0のコンセプトサングラス、マスクシリーズの f a 0 8 7 t h e 6 e イズをご紹介したいと思います。こちらの方、シルモドールというメガネ業界でとても権威のある賞を取っているというサングラスになっています。特にこのブルーのフレームの、えー、搭載されている ゴールドマットミラーという新しいレンズなんですけれども独特な質感の輝きマットなミラーという、えー、なかなかユニークなレンズが搭載されたモデルになっています実際にかけたところもご覧いただきたいと思いますこちらの方をかけますとこのような印象を作り出すアイテムになっています正面方向からはですねまあ、とりわけ極端に特徴のあるレンズという雰囲気はないかもしれないんですけれどもこの 角度によって現れる独特な質感の光沢感といえばいいんですかね、えー、マットがかかっているんですけれどもこの質感がですね非常にユニークで面白いアイテムになっています、えー、なかなかこの雰囲気今までにないレンズになってますので非常に魅力的なカラーになっていますこの通り裏からはですねちゃんとブラウン系で見えるという風になっていながらもこの表面の質感とても魅力的なカラーに仕上がっています 他カラーもございますこちらの方はクリアブルーのフレームですグレーのフレームと同じように濃いグレーが搭載されているというフレームなんですけれどもこちらはこのような印象を作り出します えー、まあ、濃いグレー入ってますので、目元が見えてしまうということはないお色になっていますし、このちょっと透明感のあるフレームがですね。ちょっとガラスの陶器のような印象を作り出すというカラーになってます。個人的にはですね。非常に、えー、気に入ってるカラーですね。かっこいいフレームに仕上がっています。えー、またミラーレンズでですね。今回のこの？ サイズどのフレームもミラーレンズは魅力的ななアイテムになっていますこちらのフレームレッドはですね正面からはグレーに見えるレンズなんですけれども角度が変わるとこのようにレッドのミラーが現れるというなかなかこの質感面白いユニークなレンズ搭載されていますフレームの赤をちゃんと印象づけながらも角度を変えることによって現れるレッドミラーというのがとても魅力的な仕上がりに仕上がっている。 フレームカラーになっています。そして当店で人気なのがこちらのホワイトです。特にこの鮮やかな水色のブルーミラーがとても魅力的なアイテムになっています。レンズの内側はですねこの通りブラウン系 のカラーのレンズなんですけどもかけるとこのような印象を作り出します、えー、非常に鮮やかな、えー、水色のミラーとても魅力的ですねただこのミラーの質感がですね2016年の2月現在ではドツキで再現できないというのが一番ちょっと悔しいなというところなんですけれども、えー、この 雰囲気でドツキにしたいという方一つ方法があるかなというふうに思いますので、えー、どうしてもこの雰囲気で作りたい方ご相談いただければと思います、えー、ゴールドミラーもそうなんですけどもド付きがちょっと悩ましい、えー、アイテム揃いというところがまた <laughs> えーちょっと悩ましいなというフレームなんですけれども、えー、今回非常におすすめなサングラスに仕上がってます本日ご紹介させていただきましたのはファクトリー900の THE6IZE こと FA087 ですどうぞよろしくお願いいたします本日は以上です